ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは、ホップでございます。お元気でしょうか。今日ご紹介するお仕事はこちら、レッドイング、8170、ね、カスタムしました。リッチウェイソール茶色をつけました。こういう感じですね。ミッドソールも茶色に変えました。こういう感じです。はい、どうでしょうか。はい、ね、全然違う感じになってると思いますけども、はい、こんなカスタムもできますので、どうかカスタムの、考えている方、どういう点にご相談できれば、していただければと思います。ということで、レッドイング8170をリッチウェイソールに交換したホップでした。またね、アフィーダーゼン、バイビー。